ゆずはです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ、イエーイ。今日はですね、ゆずはの机の上紹介や机の周り紹介をしていこうと思います。それではどうぞ。はい、私はですね、ここで勉強をあんまりしないので、ここにはメイク道具や化粧水が多いです。ではまずここから紹介していきます。ここはヘアミストがあって、ここには本物のチップチップスがあります。さくらんぼ味です。そしてここにはピンクラテさんの鏡があって、ここにネイル 5本あります。そしてここはキャンメイクさんのアイシャドウがあります。そしてこの下もアイシャドウなんですけど、これはユーアグラムさんのアイシャドウ、こっちはケイトさんのアイシャドウで、この下のはメイベリンさんのアイシャドウです。ここら辺はだいたいお母さんにもらいました。そしてこの下はですね、これはキャンメイクさんの下地とファンデーションです。これの黄色も持ってるんですけど、ポーチに入ってて今はここに置いていません。この下はキャンメイクさんのマスカラやお母さんからもらったマスカラです。そしてこれはキャンメイクさんのハイライトやピンが2つあります。そしてここには使いかけのチップがいっぱいあります。そしてこの下はキャンメイクさんのリップやニベアさんのリップやいろいろあります。そしてちょっと汚いんですけど、これはファンデーションのブラシとグロス、そしてピンクラテさんのリップがあります。これはグロスです。そしてこの隣にある時計はリビングにあったものを勝手に持ってきて勝手にずっと置いています。でここに映るんですけど、ここには鏡があったり、この棚はですね、本当は屋根がついてたんですけど取れちゃいました。はい、ということでこれをなくして、ここにね光が当たって綺麗なので置いてます。これはですね、キャンメイクさんのネイルなんですけど、ここにも1個あったんですよ。ポーチに入ってて今ありません。はい、ということでこの隣は除光液があります。そしてこの隣のはティッシュです。目つゆ時によくはみ出ちゃうのでよく使ってます。そしてこれは紙石鹸なんですけど、なんで着てないかっていうと、この柄がすごい可愛くて、捨てるのもったいないし置いてます。可愛いし。そしてこの下は下汚いんですけど、ポテとかアイロンがあります。そしてここはニコプチの雑誌が何個かあります。そしてこの下はですね、よいしょ、はい、この下は箱に入ってるんですけど、朝マスクやルルルンさんのパックや、そのルルルンさんの化粧水を100均で買ったボトルに入れたりしています。髪の毛をセットするときに使ったりしています。コットンがあったり、これはバーバのを借りてずっと返してないやつです。そしてこれはルルルンさんの化粧水です。季節によってもね変えられるので2本持ってます。そしてこれは全部日焼け止めです。はい、そして最後はこれなんですけど、これは図工のね材料とかが入っています。折り紙とかが入っています。でここに置いていますね。よくねここでも工作をしたりするので、すぐ取り出せるようにしています。いかがだったでしょうか。ぜひね皆さんの参考に少しでもなれたらなと思っています。高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。